ほう、沙織です。乾杯、イエイ。おう、はい、今日もビルダーズ2やっていきたいと思います。前回はこの王の間からつながる、王の間じゃないな、玉座の間からつながる王様の寝室が怪しい感じになって、ただこれが王様の好みだそうなので王様の望み通りの部屋をひどいなほんましかし作ったわけでございます。それにとどまって豪華さを上げましたので、このように玉座の間が金ピカになっております。金の壁ピッカピカ。はい、今日はですね、この上を作ったんですよ。よいしょ、じゃーん、階段を上ると、はい、3階を作りました。王様の部屋は玉座の間に連結してないと城認定されませんので、まあ、本来ならばね、王様の部屋が一番高いところにあるべきなんでしょうけど、城はまあ いいでしょう。王様は2階に、もう2階は全部王様の部屋みたいなもんですしね。うん、この3階にですね、アネッサちゃんとジェセルちゃんの部屋を作りたいなと思っております。で、2人の希望ですよ。ちょっとまずそれを確認しておきましょう。アネッサさんが意外とムード9と9と望んでおりまして、で、広さが4、豪華さ2、広さ4で豪華さ2がなかなかきついかもと思って。そうなんですよね、なんか結構いろいろ置くと豪華さが上がってくので、なんか結構広さ広いのに質素に仕上げないといけない。うん、なんかあんまり物置けないかもしれませんね。で、ゼセルさんはナチュラルをお好みで、広さ3、豪華さ3という、うん、まあまあ作りやすそうかなっていう感じのお部屋ですね。はーい。で、もうちょっとね、さっきに形だけ作っておきました。私的にイメージからアネッサさんが紫でゼセルちゃんが白っていうイメージだったので扉の色をね染めて、ゼセルちゃん白、アネッサさん紫という風にして横並びで部屋を作っておきました。はい。で、ここにね、ちょっと素敵な感じのバルコニーをつけてみたんですが、どうでしょう。うん、なんかね、よく城のこういうところに、城の扉の上らへんに、大きい扉の上らへんにこういうのついてるじゃないですか。もうアネッサさんが実質なんかお姫様、王女様、むしろ女王様みたいなね、ここがね、アネッサさんの部屋になるので、アネッサさんがこっからドドンと顔を出していたりするんですよね、きっといいですね、いいですね。よし、ではですね、この壁の紹介をしておきましょうかね。実はね、この床真っ白なんですけど、これは何かと言いますと、これなんですよ、スライムの壁。うんって言うんですけど、置くとき、うん、これ気持ちいいですよねうんってこれ床に置いてるから見えないんですけど、まあ超良かったって感じです。まあ、これスライムがブワーっておったらなんかな、やりすぎ感が出ますし、ちょうど良かったですね。床っぽくなりました、真っ白の床、うん、っていう感じで使えます。で、このスライムの壁がキュート、うん、キュートのムードを上げてくれますので、もうすでにキュートになっております。お部屋がこの、壁はおしゃれ壁ですね。これもキュートっていうムードになりますので、はい。で、豪華さがね、結構下最初おしゃれの壁でバーって引き詰めてたんですけど、結構豪華さが上がっちゃったんで、なんかスライムの壁の方が豪華さ低いみたいなので、こっちに変えました。はい、おいで、じゃじゃーん、こっちゼセルさんです。ゼセルさん初めてこの、よいしょ、この黒木材の壁っていうのを初めて使ってみました。これ結構いいですよね。私これ結構シックで好きなんですけど、うん、いいなと思います。で、床が、木材の壁にしてみました。これでナチュラル、うん、ムードがナチュラルになっております。あれ、なんかナチュラルな広場、なんで広場なんやろなんで広場なんでしょうえ、なんでやろう、ドアつけてんねんけどな。ちょっともう一回つけ直すか。よいしょ。そう、最初ね、この部屋の大きさを測るために簡易的に広場で
だからこのね広場の入り口やと一段でも認定するので、こうやってね、あの大きさを確かめるためにこういう風に作ってたんですけど、その名残で広場のままになってるんかな。どうでしょう、これで部屋になった。ん、超大きい広場、広場クールな超大きい広場、広場。あ、よかった、開け部屋になったなんか名残で広場になってましたね今。まあいいや、これではい、お部屋になりましたね。よし、オッケー。そしてまずじゃあアネッサさんの部屋からやっていこうと思うんですけど、ちょっとねアネッサさんの、アネッサさんに何回も喋りかけるとですね、部屋レシピを教えてくれまして、このイエティラグを置いたりぬいぐるみを置いたりするとなんかいい感じの部屋になるんじゃないかみたいなことを言ってて、でなんか照れながら言ってたんですけど、まあ実はキュートが好きなアネッサさんですよ、あの堅物キャラやのに。まあ可愛いラグとかぬいぐるみとかが好きそうだったので、はい、こういうのを置いていきたいと思います。まずあの教えてもらったレシピ通りに置いてみますね。イエティラグをどこに置こうかな、ど真ん中にドンって置く、この辺の真ん中辺にパンと置いて、ラグを置いて、あとぬいぐるみ2つと椅子1つやったかな、確かそうだったと思いますので、置いてみましょう。はいもうすでに可愛いなすでに可愛いぞ、こんな感じかな。あ、できたできた、大きいぬいぐるみハウスやって可愛いぬいぐるみハウスこれがね、あのアネッサさんが教えてくれた部屋レシピですね。ぬいぐるみハウスができましたで、ここをまんまアネッサさんの部屋にしていこうと思います。豪華さはまだ大丈夫そうですね、豪華さを上げないように気をつけたい。はい、というわけでじゃあアネッサさんの部屋にしていきたいと思います。よいしょ。まあまずはベッドですよね。このね、王女のベッドがキュートやし、なんかちょうどいい感じな気がするんですけど、ただこれ結構豪華さ上がっちゃうんですよね。ちょっと置いてみましょう。あー、ほらグッて今上がった。これじゃちょっと厳しいかな、うん、なんかこの他にもいろいろ置いていくときっと結構ググッと上がってしまうので、ちょっと難しいかもしれないな。まあ無理そうやったらこっちのカラーベッドに変更しましょう。じゃあちょっとぬいぐるみハウスということでスライムタワーとかも置こうかな、これも可愛いんですよね。あ、はみ出た。これも初めて置きますね。これも色染めれたんですよ。あら、かわいい。かわいいね。そんなんも置いとこうかな。いいんじゃないですか、ぬいぐるみハウス。うん、いい感じ、いい感じ。で、女の子なので、ドレッサーとか、これもね、ムードキュートに貢献するはずなので。あ、まだ、まだ豪華さ、いけそう、いけそうですよね。じゃあ、この椅子を、ドレッサーの前に持っていこうかな。うん、ほいほい。うん、なんか女の子の部屋っぽいですね、すごく。キャビネットこの上にぬいぐるみとか、あら、違います。これ置けないかな、上に。あ、置けないのかな。あ、置けた。うん、なんかキャビネットの上にぬいぐるみ置いてたら可愛いですよね、絶対。ちょっと向きを変えよう。こう。あ、可愛い可愛い。あ、めっちゃ可愛い部屋になった。おし。あと何置こうかな。あんまり置きすぎるとね。あ、もう豪華さギリギリやな。でも明かりがないんですよね。明かりは置きたいよね。このね、かぼちゃランタンもキュートなんですよね、ムードが。どこに置こうか、この辺に置こうかな。こう、あ、更衣室になった、そっかそっか。よっ、こう。まだいけるか、壁掛けトーチとかもちょっとあれかな、豪華さ上げてもらうかな。上がってもったな、やっぱり。そっか、上がるよね、そらね。でも明かり足りないもんね。
かぼちゃにするか全部あかり。いやでもそんなに食べかけ投資と変わらんかった気がすんねんな、豪華さが。どうかな。やっぱり豪華さ上がっちゃったな。上がりますよね。ちょっと厳しいかこのベッド、かっこいいベッドじゃ。そうやな、物置かないのもスカスカになっちゃうしな。こっちにしよっかな。うん、よしよし、もうちょい置けるか。なんか炭素置いちゃうと更衣室になっちゃうんですよね。あ、そうや、大事なものを置き忘れている。これこれ、よいしょ。よし、ちょっと夜なので寝ましょう。はい、はい、おはようございます。なんか更衣室で上書きされちゃうのもあれなんで、ちょっとタンスをやめましょう。うん、これで大きいぬいぐるみハウスですね。うんうん、この方がいいよ。更衣室がさ個室っていうのもなんか微妙なので、うん、どうせならこのぬいぐるみハウスのまんま、はい、アネッサさんの部屋に。他もうちょっと置きたいねんけどな。何があるかな。あ、そうだね、もうちょっとテーブルとかも置きましょうか。まあ可愛いけど、多分アネッサさんは本とかも読んだりするんじゃないかな、勝手な勝手なイメージですけど。あとあれか、やっぱりお花もいるかな。うん、勝手な私のアネッサさんのイメージカラー、紫のお花。あら、いいじゃない。あ、大きい可愛い個室になっちゃった。そっか、まあいっか、ぬいぐるみハウス。うーん、そっか、生け花置いちゃうと個室になっ、可愛い個室になりましたね。うーん、あ、あとのやつがさ上書きされるのかな。これを置くとぬいぐるみハウスにならない。なんか部屋レシピって 何が優先されるんやろう。その辺は謎のまんまですが、まあ豪華さもこれ以上上げれないし、もうこれ置いちゃったらやばいかな。もうちょっと明るくしたいねんけど。あー、上がっちゃった、もうダメか。これ以上置くと松明置くか。よいしょ、うん、明るくなりましたね。はい、よし、こんなもんでいっかな。もうこれ以上は豪華さの都合上置けません。じゃあここをアネッサさんの部屋にしたいと思います。はい、アネッサさんの部屋になります。はい、いけたー、イエーイ。また達成感半端ない、パンパカパーンが鳴っております。ほんまに何よりも派手ですからね、その個人の望みを叶えると。はいはい、オッケー、アネッサさんのお部屋、これは可愛いですね。これ以上の部屋はない。いや、絶賛してくれてるわ。そうやんな、アネッサさん実は可愛いものが好きなんですもんね。もう可愛いものしかないよこのお家。ほらー、むっちゃ可愛いやん、アルミラージ人形とか。すごい可愛い。よっしゃー、完璧や、アネッサさんの部屋完璧にできました。はい、引き続きましたデセルさんのお部屋ですね。デセルさんはですね、豪華さをちょっと上げていかないといけない、逆に頑張って。うんうんうん、豪華さ1なんで、まだだから物をいっぱい置いていって豪華にしていけば、アネッサさんじゃない、デセルちゃんのお部屋になりますので、はい、じゃあやっていきましょう。ということで、まあちょっと整えますね。よいしょ、よし、ではまずはこの王女のベッド、白。このベッドめっちゃ可愛いんですよね。ほら、白。なんかね、王女のベッドを白にするとすごく清楚な感じのベッドになります。可愛い。うん、ゼセルちゃんこれで寝てほしい、ぜひ。よし、そしてもうどんどん豪華さを上げたいので、壁掛け食材をポンポン置いていきましょう。よいしょよいしょ、
はい、もうちょっと置きたいかな。まあいいか、とりあえずこんなもんで、引き続きまして、あ、そっか、木のかがり火も置こうかな。じゃあ、そうだな、ここに置くか。うん、で置く。よしよし、いい感じいい感じ。そしてまあ同じように女の子らしいものとか、あとあれですね、植木鉢とかね、あのナチュラルをお好みなので、植木鉢にお花を植えたいが、お花お花、白のお花を咲かせて、あ、咲かせられないね、ちょっと、あ、ここに咲かすか、ちょっと咲くのを待って、よいしょ、砂の上でも咲くよね、うん、咲くと信じましょう。よし、ほいで、そう、椅子も置きましょう。これも白の椅子なんですよ、貴族の椅子の白、かわいい、すごくかわいい、おしゃれテーブル、あー、めっちゃいいね、かわいいね。キャビネットとか置いて、で、生け花も白いの置いたんですよ、白い生け花をキャビネットの上に乗せたりして、あら、いいわね、あ、いいですね、いい感じのお部屋やわ、あー、いいね、いいね、うちもこれ好みかも、白でね、貴重、白貴重に木のぬくもりがあって、うわー、素敵素敵、めっちゃいい部屋やん、気に入ったわ。あと何置こうか、あ、そうそう、ゼセルさんといえば兵士なので、こういうのも置く、ちょっとあんまりねえちょっとアンバランスかもしれないですが、うん、あ、いいんじゃないかな。あと何置こう、まだ豪華さが足りないね、足りる、あ、足りてる、あ、1,2,3、あ、豪華さ3になってた、なってた、あ、これでいけるわ、よっしゃ、よかったよかった。じゃあちょっと、あ、お花咲いてる、やった、よかった、砂の上でも咲いた。で、これをもうこのまま持って、よいしょ、ここに植えます。はい、鉢植えの花、かわいい、白い花と、こっちにも生け花も白くて、ベッド白くて、おー、椅子も白で、かわいい、いい感じの部屋ですね。タンスも置きたいけど、うん、まだタンス置いたら更衣室になっちゃうかな。うん、まあ大丈夫、大丈夫やった。よし、じゃあこれを壁掛けをかけましょうか。はい、あ、お姫様の寝室っていうのになった、新しいレシピ、わあ、やったやった、ナチュラルなお姫様の個室やって、寝室、お姫様の寝室、わーい、これは何で認定されたんやろう、ちょっと確認しましょうか。これお姫様の寝室、壁掛け、個室壁掛けと王女のベッド、高級椅子、高級明かり、鉢植えの花、あ、なるほど、そっか、これと高級な椅子、高級明かり、これが必要だった、鉢植えの花、あれ、これって作った、あ、これ前作かなんかさ、前作のビルダーズでさ、なんかそういえばお姫様の部屋って作ったなーって今ふと思ってさ、なんやっけ、ラダドーム編懐かしい、同じような感じで作れたような気がするわ、こんな生け花、生け花ちゃん、鉢植えの花とか作ったような気がせんでもない、ちょっとちょっと昔の記憶にはなりますが、昔の記憶でもないかよっしゃ、できた、これで、うん、ナチュラルやし、広ささん、豪華ささん、よし、これでゼセルちゃんの希望通りのお部屋になってると思います。じゃあこれをゼセルちゃん、いたいた、はい、ゼセルちゃんの部屋、オッケー、できたできた、イエーイおめでたい、パンパカパン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 もういちいち称賛されるわ
よかったよかった、作りがいがありますわ。私にはもったいないです。あらあらこの白のベッドとか絶対似合うと思うな。服装がさ、兵士の服やからさ、なんか結構硬い感じに見えるけど、絶対なんかフリフリのワンピースとかも似合うと思う。デセルちゃん、よっしゃー、この部屋いいな、かわいいわ、好きやわめっちゃいい感じの部屋が2つできましたねいいやん、いい感じですやん。なんか城がいい感じに整ってきましたね、中身はね。えやっぱりあとあれですね、城の屋根とかつけるのめっちゃなんか大変そうめっちゃ落ちまくりそう私まあね、壁ちゃうわ、屋根も絶対つけていきたいのでね、まあそんなんもやりますね今後よいしょ、あとちょっとだけやりたいことがありまして、あ、新たな目標も並んでる。青の開拓レシピはまだ半分ぐらいしかね達成できてないんですよね。このリゾートスパがねめっちゃ作りたいんですけど、ミュージックホールのレシピがまだ分かんなくて、いろんな人に話しかけまくってるんですけど、プットさんとか知ってそうなんですけどね、なんかまだ言ってくれなくって。この毒沼もたくさん作ろうあんまり達成したくないけど、まあこれをね達成しないと開拓レシピをクリアできないので、これは達成しないといけないんですよね。あとね、多分この地面の絵の種類を増やそうっていうのも、毒沼をまだ置いたことないから、うん、必要なんだと思います、毒沼。あとちょろっとなんかあれやな、もうちょっとしたら達成できそうなやつが結構あるんですよね。はい、というわけでちょっと最後に毒沼を巻こうと思います嫌な終わり方やな。ちょっとね、 毒沼を何島やったっけ、あっこマガマガ島じゃなくって、闇闇島で毒沼を組んだっきりになってたので、ちょうどね乾きの壺には毒沼が入ってるんですよ。これもねタイミングがいいのではい、じゃあ毒沼をこの辺にいっぱい巻く、うん、そうしましょうかね。じゃあまずはハンマーで壊して毒沼用の穴を開けていきましょう。ほい毒沼を巻くような穴を掘るだなんてまあね、これをクリアしないとねいけないので、よいしょ、結構大きい穴を掘って一気に毒沼を巻いていきたい。ありがとうございます。これぐらいの広さがあればどうでしょう、達成するんじゃないでしょうか。じゃあ巻いてみます。はい、あれあれ、あ、もしかしてなんかね、乾きの壺を強化してもらったんですよ前回確か。あ、その影響でここには空っぽなのかもしれないね。あ、マジか。じゃあ組みに行かないといけないんか、毒の沼を。わあ、そっか、マジか、大変。空っぽ島には毒沼ないですもんね。うん、ないと思うわちょっと組んできましょうかはい、闇闇島に来ました、スタートサクッとなんか終わらせようと思ったら、まさか毒の沼を取りに来ることになるとは。しかもなんか人、あ、間違えた、危な、一人でさ来るの地味に初めてかもしらん、素材島に。いつもなんかね誰か連れてきてたんですが、今日は一人で頑張りますよ。あれ、なんかあれ、こんなとこやったっけ、なんかいつもと様子が違う気がすんねんけど。え、泳いでいかなかんの、あれめっちゃ大変やん、そんなん。超えれるか、超えてくれ超えてくれ、あ、よかった超えれたよかった、変な形してんの、よいしょ。第二段階がありました、大変大変。でもサクッと毒の沼を見つけたいけどこんな時に限ってなかなかないわ。結構すぐ見つかんねんけどね、いつも毒の沼あれない、
メタルキングがいるけど絶対一人じゃ大変や。てか毒の沼がマジで遠いな今回。もう何なんでしょう、嫌がらせでしょうか。あ、毒の沼と思ったら違った。え、ここはビルダー100系や。あー、まあでもあれかな、同じ職業の人やな。あったあった、ちっちゃいけど毒の沼ありました。これを組んでいこう。もうよいしょ、はい組みます。よいしょ、よっしゃ、オッケー、毒の沼を、毒の沼を満たしてきたよ。はい、よいしょ、よーし、では毒の沼を巻きましょう。はい、いきますよ、毒沼を巻きます。えーいわーわー、巻いた、毒沼をたくさん作ろう。達成されない、嘘、これじゃダメですか、マジか、もっといるのか。今で何歩ぐらい、まだ2位なの、マジか、もっと広げないとあかん。もうなんか穴開いてるとこあるな、あっこ、あっこ毒沼にしちゃおう。よし、ここを毒沼にしちゃいます。えー、いややわー、これすぐさ毒沼置いときたくないから認定されたらすぐもうやめよう。あ、あったあった、穴ここにも薪も開いちゃいましょう。はい、あとちょっと、よし、いったいった毒沼をたくさん作ろう、達成、イエーイ、はーい、達成しました、イエーイはい、あと13個か、うん、地道に頑張っていきたい。よっしゃ、オッケー、はい、というわけで今日は、アネッサさんとジェセルちゃんの部屋を作りました。かわいい、めっちゃいい感じの部屋できたな、ほんま。うん、あとなんか地味に毒沼を増やしましたとりあえず開拓レシピを全部終わらすっていうのを今後の目標に、うん、部屋作り頑張っていこうと思います。今日も見てくれてありがとうございました。また次回も遊びに来てください。じゃあね、バイバイ。時は遠い。